おはようございます、こんにちは、こんばんは、ルカです。今日のカードを引きました。今日は、アークエンジェルオラクルカードですね。引いたカードはコンパッション、慈しみの心。ではガイドブックに書かれている内容を朗読していきます。コンパッション、慈しみの心。大天使ザドキエル。今の状況に対して、自分に対して、そして周りの人に対して、もう少し柔らかい気持ちになりましょう。詳しいメッセージ。私、大天使ザドキエルは、あなた自身と周りの人々に対して許しの心が持てるように、または相手の立場になって慈しみの気持ちが持てるようにお手伝いします。そのために、今の自分の立場や行動を変えなくても大丈夫です。ただ、今の状況に対して愛を持って接する気持ちを持つことです。問題の舵を自分で取ることによって、思いがけない解決方法へと導かれるはずです。大天使ザドキエルの特徴。ザドキエルという名前は、神の慈悲という意味です。ザドキエルは、自分自身と周りの人に対して許しの気持ちを持つ助けをしてくれます。あなたの夢の中に出てくれるよう、ザドキエルにお願いしてみましょう。まるで煙突掃除をするように、心に溜まった感情の毒素を掃除してもらうと良いでしょう。大天使ザドキエルは、人々にとって必要なことがわかるので、奇跡的な方法で感情を癒します、ということでした。今日も一日、皆様が笑顔で楽しく過ごせますように。ルカでした。バイバイ。